仰天人間バトシーラーは、明治製菓から発売されたシール付きチョコレート。また、それを原作とするテレビアニメ、漫画作品。光、闇、火、水、風、土、木、金の八つの属性のうち一つを持ち、パワーアップ前と後の姿をそれぞれ持つキャラクターの存在が本シリーズの共通した特徴である。シールには、コンボー、剣、 投げ縄の三種類のマークのいずれか一つがついており、じゃんけんの要領で遊ぶこともできる。かつて光と闇が激突した時、火、水、風、どの四属性が生まれた。火は無理やり土に働きかけて金を生み、それに対抗するため水と土は協力して摘を生み出した。そして、風は黙って何もしなかった。各属性を司る八つの国で構成される。 バトシール界を創造した創造主は平和と秩序の意志として八つ揃えると強大な力を得られる。各属性の力を持つ意思ピースストーンを誕生させ、一つの石板に収めた。しかし、横島なる破壊王によって石板は砕かれ、ピースストーンはそれぞれの属性を持った国々へと試算した。それから時が流れ、八つの国を結ぶ道に、 消滅の兆候が見られるようになったばかりか、バトシール海全体も消滅の危機に瀕するという非常事態が発生する。光の国からピースストーンを入手、保護し、異変の原因を調査するために旅をしていたジャンヌザルクだったが、世界征服を企み、ピースストーンを狙うドクトルがいい地味によって、猿の姿、ジャンヌザルにされてしまう。しかしジャンルは、旅の最中、 ピースストーンの手がかりを知っているとされる大海賊、キャプテンハッツ率いるシーホース号の面々と遭遇。ピースストーンを探していた彼らと共に冒険の旅に出る。こうして八つの世界をまたにかけての大冒険とピースストーン争奪戦が繰り広げられることとなる。やがて闇のゴンゲ、デビルばあちゃんによって恐るべき怪物、破滅の魔王が復活。 ガッツたちは八属性の力を司る戦士、バトシーラーたちと共にピースストーンの力で伝説の竜、ドラーゴン、守護竜を操り、より熾烈さを増した戦いに目を投じるのだった。本作は、バトシール界と呼ばれる世界が舞台。この世界には光、闇、火、水、風、土、火、金の八つの国が存在し、各国ごとに違った種族が住んでいる。 各国と住民である一族の特徴は、次の通り。なお光と闇、火と水、木と金がそれぞれ対立しており、土はそれらの争いを仲裁し、風は割れ間せずの立場を取っているという設定があったが、紹介記事の、今の初期と大公開の一話冒頭、およびアニメ版の最終回に語られただけで、以後は特に触れられなくなった。また、最終ボスである、デビルは、 身体的には闇属性の特徴が見受けられたが、無属性のような扱いになっていた。他に、金の国の悪役税二官ね男爵夫妻の息子悪丸は身体的特徴は闇属性だったものの、金属性として登場している。アニメ版で、ケーン・カクノシンの師匠として登場する、ンダールマ氏は本来金属性であるが、転身すると非属性に変わるなど、 変身前と後で属性が変化するキャラクターもいる。2000年に講段社の雑誌、コミックボンボンとダイアップする形で展開スタート。歌詞、行天人間、バトシーラーチョコ第1弾は、同じ明治製菓のマーブルジャンボチョコと同型のチョコ5個に2枚重ねのシールが1枚ずつ付属するという形だった。1枚目のシールをめくると、キャラクターが変身、変装。 成長など様々な理由で姿を変え転身するという設定で、また2枚目のシールのじゃんけんマークは1枚目が、こん棒なら2枚目は、投げ縄といったように1枚目のそれに勝つマークになっているという法則があった。また同じキャラクターのシールでも、服の模様が違うなど、わずかな変化だが2枚目の絵柄が2種類あるというものも存在しており、これをパラレルシールと呼称していた。さらに、 キャラクターがピースストーンという重要アイテムを手にしているという絵柄のシールもあり、これをピースストーンゲートシールと呼称し、いわゆるレアシールに相当。発売に合わせてボンボンで工述のコミカライズがスタートし、毎月カラーページで世界観説明などの特集記事も組まれるが、歌詞展開は第1弾のみでストップしたまま、翌年を迎えた。翌2001年、 テレビアニメ化が発表され、放送に先駆けて歌詞第2弾が発売された。パッケージサイズは前段と同じだが、歌詞はピーナッツチョコに変更された。シールの仕様は基本的に前段に準じていたが、じゃんけんマークは左上から右上に移動し、また2枚目のマークは1枚目のそれに負けるように変更された。代わりに左上には、 パワーゲージという数値が追加された。アニメで主要キャラクターとなる面メ々ンメンは前段に続いてシール化されたが、アニメに合わせてデザインが変更されている。また、ボンボン市場で行われたキャラクター募集コンテストの受賞作であるまも、リース、デピックなどのシール化も本段で行われている。パラレルシールは前段よりバリエーションが増えており、 一枚目の絵柄が違うというものもあった。前段で登場しなかった4属性のピースストーンゲットシールも登場し、通常の転身に比べてパワーゲージの数値が10倍になっている。また前段でピースストーンをゲットしていたキャラクターがパワーアップした姿という設定のスーパー転身ンシ,ンシールも登場した。さらに、行天人間、バトシーラーポテトスナック、どう シュースナックも同時発売。それぞれおまけが異なっていた。前者は2枚合わせることで1枚の絵になる合体バトカードというニッピースパズルのようなミニカード全24種が付属。後者は物語に登場する8つの世界を描いた大型ジオラマカードとそれに貼ることができる、いわゆる貼って剥がせるシールである圧着式パーツがセットされていた。なお、ボンボンの記事によると、 こちらは当初はジオラマブックという手帳型になる予定だった。他、アニメに合わせてメダコロバトルという触玩ではない玩具も発売されている。2001年夏に発売すると告知がなされたが、秋に延期すると発表し直された。ボンボン市場で第3弾のシール全種類の写真が掲載され、そのうち10種類だけが後日のゲームソフトに特典とし、 ランダムで2枚ずつ封入された。しかし結局第3弾の歌詞は発売されず、アニメともどもすべての商品展開は終了してしまった。したがってこの玉のシールでリリースされたのはこの特典の10種類だけとなった。ボンボンの記事によると、第1弾から登場していたキャラクターの何人かが退場することになり、その退場の経緯を描いたシールがレアシールとして予定されていた。 コミックボンボーに市場で行われたキャンペーンの景品として、ジャンヌザルの模様入り腕時計、表紙にキャプテンガッツの絵が描かれているバトシーラー手帳、透明な帯の中に第一弾のシールが入っているシールベルト、アニメでジャンヌザルが持っているバトシーラー大百貨と同デザインのシールアルバムが存在した。シーホース合格属性のバトシーラーを一家に記す。記述方法は、属性。 バトシーラーの名前、初期登場時の名前である。当時の公式ホームページによると、企画時には、光のピースストーンや闇のピースストーンで転身した、ゴルコ町が登場する案もあったようである。テレビ、愛知製作、テレビ、東京系列で2001年4月7日から2002年3月30日にかけて、全52話が放送された。基本的に、シール第2弾を元にしている。 DVD は、県メディアより、全13巻の予定で、順次リリースされていたが、2002年5月発売の第6巻を最後にリリースが中断されている。原作のシールと、同様、主要登場人物すべてが転身するのが特徴。多くの場合ギャグタッチな姿とかっこいい姿の2種類だが、キャラクターによってはさらに多くの姿に転身する。転身前後で、 口調や性格が大きく変わる場合が多いが、声優は変わらない。土防具1号から4号を演じた江川大輔は、最終回後のインタビューで、一度だけやった土防具隊の点呼が大変だったと語っている。企画のメインは、シール付けのお菓子であり、その CM も頻繁に流されていた。しかしテレビアニメ版の放送当時、肝心の製品は、 各店頭であまり見かけることはなかった。明治聖火によるとこれはオンエア前に先行発売したが、売れ行きが悪く、コンビニ流通を大幅に縮小してしまったとのこと。基本的に漫画などとは独立しているが、シリーズ初期割立ハサマ版コミックから使われた要素や展開が存在する。行天人間バトシーラー、キャプテンガッツの大公開のタイトルで、コミックボンボンで連載された。 シール第1弾を元にしている。立波様文明作が、単行本は全3巻、立、サコのプロデビュー作でもあり、100点満点中72点だ、と後年インタビューで語っている。2001年5月初波の ISBN4 から06から334,414から。 2001年6月初版 ISBN4 から06から334,415から、02001年7月初版 ISBN4 から06から334,428からにまた、上記漫画の連載終了後、同誌で、行天人間バトシーラーガッツとオルカの冒険伝説が連載された。単行本は、全2巻。原作シール版、アニメ版。 実は様ま版とは、設定や、転身方法、ストーリーなどが、大幅に異なる。なお、単行本には、特典として、歌詞、第2弾のシールが1枚付属していた。2001年11月初版 ISBN4 から06から323,930から62002年4月初版 ISBN4 から06から323,940から3。ありがとうございます。